はい。ダイワピアラブです。小田急の事件が、イルミナティ事案である根拠2が、TBS の事件前の不可解な映像です。 小田急の事件が起きる前の津島容疑者の映像を TBS が鮮明に撮影しております。これもおかしいですよね。まるで TBS がこの後 事件が起きることを知っているかのようです。CIA 事案やイルミナティ事案では、マスメディアが前もってこういった映像を撮影していることはよくあります。 沢尻エリカさんの事件でも TBS が沢尻さんが家を出ていく様子からクラブで遊ぶ様子まで鮮明に撮影してましたよね。あれもね、まあ不可解極まりないですよね。 えー、tbs がね、もうこの後、沢尻さんが逮捕されるということをね、知っていないと、玄関を出るところからね、クラブで遊ぶ様子まで撮影しないんですよ。もうすべてね、マスメディアは、もう上のね、CIA やイルミナティから、 え、連絡があってね、この後逮捕されるということを聞いてたわけですよね。えー、この映像を撮影している TBS というのはね、イルミナティのロスチャイルドさん参加の CBS の名前から撮られたそうです。 それくらいね、この TBS というのは、イルミナティと関係が深い放送局だということなのです。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価、 よろしくお願いいたします。ありがとうございます。